除染実施区域を定める計画を策定する予定でありますが、実際の除染対象面積はその中で決まってくるものであり、現時点で明確にすることは困難であります。除染費用に関しては、除染や汚染廃棄物に関わる費用として、復旧復興予備費第3次補正予算により、すでに約4640億円を確保しております。これらに平成24年度予算要求等を合わせて、当面の費用として総額1兆1000億円超の財政措置を計上しておりますが、さらに必要があれば予算の積み増しが考えなければならないとしているところでございます。以上でございます。議長。太田和美君。国務大臣の演説に対する残余の質疑は延期し、明27日午後2時から本会議を開き、これを継続することとし、本日はこれにて散会されることを望みまーす。太田和美君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって動議の通り決しました。本日はこれにて散会いたします。